これが新感覚ゲームなんだよ。ほんと？うん、すごい。いけ！パンチ！パンチ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 ！すごいね。皆さんどうも、オリくんです。思考を読み取って動いてくれるゲームがあるのをご存知ですか？ということで、今回はこの任天堂スイッチで遊んでいきたいと思います。イエーイ！スイッチというゲーム機はサイドのコントローラーの取り外しが可能だ。そして画面のみが映る。このようにコントローラーが接続されていれば離れていても操作は可能だ。そこで俺は考えた。ゲームに全く興味のない人なら自分の思った通りにキャラが動くゲームを信じる説。手順はこれだ。まずスイッチのゲーム画面のみを渡す。次に隠し持ったコントローラーで後ろからバレないように操作をする。最後にキャラを指示通りに動かす作戦だ。一つ気をつけなきゃいけないのがこのコントローラーの音。これがねガチャ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 で鳴りすぎるともうバレるので、ゲーム音量をでかくしてごまかしていきたいと思います。そして一応ごまかすために思考を読み取るサングラスだよって言ってつけてもらいます。ということで早速ゲームに全く無知なうちの母親で検証していきたいと思います。どうぞ。このゲーム機知らないでしょ。だって知らないよ。このゲーム機は最新のゲーム機、あのね思考を読み取れるんだよ。嘘、すごい、すごいんだよ。そのためには何これつけてやだ何これ。キャラだけどれがいいかヘッドに座って、それによって、あの、変わるから。これ、ね、どうすればいいの？自分のした動きを、した動きってやったってさっぱりわかんないんだよ。うん、声に出してくれれば、全部思考がいく、このゲーム。え、した動き？例えばパンチとか。うん、どういう動きがあるの？にパンチ、キック何のゲームかもわかんないのに。その思考次第で勝てるか勝てないかが決まる。難しくない？右動くとか左動くとかそういう感じ。バリアとか。相手？そう、なんか言わないと動かない。これはあー、き、まれ！待った。指示した通りにキャラが動いて嬉しそうな母。こんなゲームが近々開発されたらいいな。あ、プレイ画面どうぞ。進め進め、後ろ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 、行け行け、くすぐれくすぐり、余計なくすぐり。そういうのパンチパンチパンチ、もっとおお後ろだ後ろ後ろ、おーすごいすごいでしょ。うん、すごいなぁ。パンチパンチ、やられた。投げられてんじゃん。やばいやばい、踏み潰せ。パンチ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 、いけ、後ろだ後ろ、あ、前。何今のこれが新感覚ゲームなんで。ほんと？うん、すごい。いけ！パンチ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 、すごいね、迫力だね。すごいよこれ、うん、マジで自分がかゲームに入れるから。後ろだ後ろ、あ、後ろ後ろ、あ、落ちちゃう。やだ、落ちるな落ちるな。おぉ、やったやん。パンチ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 、もっと頑張れ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 、パンチ、いけ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 やめるな行動いけ、パンチパンチパンチ、キックだ。
指示されてないことも試しにやってみる。パンチ、何今の。おいいね、いけ、いけ、今のがいい。気に入ったみたいだ。もう一回だ。今の網、網だ、網、網で落とせ。網ごと落とすんだ。網ごと落とせ。なんでこいつ。もうちょっとじゃん。いけ、蹴っ飛ばせ、蹴っ飛ばせ、あ、蹴っ飛ばせ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。網だ、網、網作戦。いけ、網いけ、いったー。うわー、なに、やるやん。どうなったの今で。勝った、勝った、勝った、勝った。ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してください。 Twitter もやってます。他の動画も見てってくれよな。ってことで、おつんご。網が良かったの。網が良かった。網が良かったんだ。そう、いい、ナイスゲームだったよ。ナイス、うん。すごいね。